キュルルーン、おかえりなさいませ。ミリーさんちでお給仕してるクルルです。はい、今日の動画はですね、じゃじゃじゃん、こちらです。コンカフェではね、欠かせないものですね。チェキです。これチェキのね、お絵かきの仕方とか、新人の子とか多分わかんないと思うんで、まあこれ見て参考にしてもらえたらなって思います。皆さん、チェキのお絵かきってどんな感じでしてますか？まあなんかすごい、人によってはめちゃくちゃ上手い人とか、すごい雑な人とかいますよね。いや、私も雑な人って思われたら嫌だな。まあ私もね、ちょこちょこ頑張って書いたりする時もあるんですけど、なんせ何年かコンカフェの店長やってるんで、まあ、チェキのね、お絵かきはちょっと自信ありますよ。なんか営業中すごいあるあるなんですけど、上着とか着てカチューシャとか外しちゃってるみたいな時でも、チェキ取る時だけはちゃんとカチューシャとかつけた方がいいです。あと上着はカーディガンとかね、絶対多分脱いだ方がいいと思います。今からね、こちらの4枚お絵かきしていこうと思います。でまず1つ目が、お絵かきとかよくわかんないけどどうしたらいいんだろうみたいな人に、これ描いとけば OK っていうものを最初に描いていきます。新人っぽいのでどれだろう、これでいいかな。まず日付を書いていきます。この辺に日付は大体書けますね。私はなんですけど、まず12月14日とか書いて、ここに店名を書きます。で、店名も絶対大事なんですけど、これなんでかっていうと、どこで撮ったか分かんなくなっちゃうんですよね。店名は必要です。書きます。自分の名前書きます。くるる、ここら辺にメッセージみたいなの書きます。佐々木さん、なんか佐々木さんってなんかさ、そうだな、佐々木さんありがとうみたいな。ハートの中とか塗ると結構可愛くなります。サンキューとか書くとおしゃれになるんで。で、ペイントマーカーとポスカっていうのがあるんですけど、私いつもペイントマーカー使うんですけど、これマジですぐ乾くんですよ。バスってなって、あっってなったりしないんで、ペイントマーカーおすすめしてます。コンカフェって言ったらポスカですよね。ポスカはすぐには乾かないけど、もう色味とかはすごい可愛いです。こんな感じですね。はい、できました。こんな感じです。新人の子とかがなんかわかんないけど、あんま時間かけるのもどうかなみたいな時とかにおすすめしてる落書きですね。はい、次はですね、あんまり時間がない時パターンです。もういっぱいお客さんいっぱいいました、でもお絵かきしないとっていう時にバーって描ける撮っておきの、私が今からね、ちょっと1分半ぐらいでちょっと描いていこうと思います。やばいやばい。はい、これがね、結構時間ない時に書くやつですかね。なんか蝶々とか書いて、キラ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 みたいなやつを細ペンで縁取るみたいなやると結構それっぽくなります。で、次はですね、ちょっとだけ時間ある時、ちょっとゆったりしてますみたいな時に、2パターンこれ書いていくんで、ぜひね、お絵かきする時の参考にしていただけたらなって思います。なんかなかったんで、マッキーペンで書いていきます。あるある、こう縁取れないときね。これで、
ました。可愛くないですか？なんかね、2色ぐらい使って描くとね、結構ねおしゃれになったりします。まっすぐな線描くの本当に苦手なんですよね。じゃん、こんな感じですね。時間があるときにね、こうやってガラードを入れるのね、おすすめですね。この縁、白の縁のところに。ですね、これがちょっと時間があるときのお絵かきですね。黄緑とか黄色とかって使うコンカフェ嬢ってそんなに多くない気がするけど、結構可愛くないですか？おすすめです。ぜひ真似してみてください。じゃん、こんな感じですね。ああ、これとこれと、あとこれです。こんな感じでした、あの私のお絵かきレパートリー。まだまだね、いっぱいあるんで、ぜひ来てあの席取ってください。お絵かきします。もうザ・コンカフェ嬢みたいなお絵かきも実はできますとか、あとはそのハロウィンだったりクリスマスとかだったりで、なんかそのお絵かきの仕方変えたりして、やっぱお絵かきするのも結構そのコンカフェの仕事の中で楽しみなものの一つですよね。ぜひ参考にしてみてください。はい、今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今日も元気にいってらっしゃい。じゃん、これです。あー。